皆さん、こんにちは、佐藤真人です。これまたもう何回でしょうね、これ神殿からね、お送りするのは今日はですね、結論から言うと、もうこの神殿立志役所っていう、こう考えというものは、もう私は諦めることにしました。ここが、ね、何でしょう、ここに建てれば、まあ、お金も安く、できるでしょうし、ね、市役所木造でね、完全木造でっていうことも、できるでしょうし、新しいそのね、こう少しこう用地の規制というものを、緩和していって、新しい町のね、こう発展のね、こう一つのこうきっかけに、ね、なるんじゃないかってね、その考えはこう変わってないです。やっぱりそういう夢のあるね、こう意欲的なね、挑戦的なものにね、事業っていうものに、惹かれることはね、気持ちはこう変わらないんですけど、ただそれをずっと言い続けても、こう結局それはなんかこうプロレスにしかならないんじゃないかと思ったんですよ。他のね、神殿って言ってる方をもうね、もはやもう自分はどうこう言うつもりはないんですが、こう私自身の自分の力においては、ここを、ね、知事が3メートルあふれるところだって言って、そういう発表したことを、自分は覆せる自信もないし、ましてや、ね、佐藤市長にここにっていう考えをね、変えさせる力も、自分にはないし、ましてや、議会の中でね、3分の2っていう力をね、合わせて、ここにね、条例ね、移すには3分の2の議員必要なんで、まあね、3派24ですからね、16人ね、そうやってまとめる自分もね、力もないし ね、ましてやその、ね、講演会もないですから、本当にこう署名をね、集めるようなね、力もないし、ね、条例案ね、3人で議員は提案権あるんですけど、じゃあそれでね、あと2人ね、いろんな提案ねを出してね、説得する力もないので、それできないのが分かってるのに、なんかこう紙のここの方がね、方が木造で新しい発展があるんだと、今宮町じゃね、なんかつまらないものなんだっていうのは、それ簡単なんですよ。で、楽なんですよ。でもね、それじゃなんかただのこうプロレスじゃないですか。もう勝負は分かってるのに、結局そのポーズとね、こうメンツだけでね、ずっと言い続けるっていうのは、こうそれはちょっと僕の中では、そういうずるいなって自分で思うんですね。だから、ね、ま、負けを認めるってのかって言われたら、まあ勝ち負けっていうならじゃあ負けでいいと思いますし、それを認めるのかって言われたら、まあ、それは認めるっていうことに、なると思います。ちょっとなんだろうな、じゃあ今宮町でね、こう容認するのかっていうことになりますけど、まあ今佐藤総合がね、出してきたね、ああいう提案の中で、評価すべき点がありますから、まあ、それは、来週説明会、佐藤総合から議会に対して説明会ありますんで、まあ、そこに対してね、意見というものをね、言っていきたいなと、思っております。まあ、そんなわけで、まあ、この神殿にね、お別れを言うためにね、ここにね、来てみました。まあ、不本意でありますけど、本当にまあ自分のその力のね、限界っていうものをね、感じております。多分こうね、分かっててずっとプロレスで言い続けるっていうのも、議員のね、その何でしょう、生き残り の戦術としてはあるんだと思うんですけど、でも自分はそれやりたくないんですよ。なんかね、最後までこう私が、ね、ここはで提案しましたってね、言ってれば一生対面は保てるんですよ。今宮町にもし立っちゃったとしてね、当然何かしらね、いろんな問題はどこに立ったって出てくるじゃないですか。その時にね、だから俺は神殿で言ってたんだよなんて言っても、それはやっぱりね、ずるいことだと思うんで、そういうのが自分でね、もう限界を感じたんで、まあ、どこかできちんとやっぱり言うべきだと思ったもんで、
で、あと、あ、そうだ、大事なのは結局やっぱり世論をですね、やっぱり喚起する力が自分にはまだなかったということです。こうやっていろんな市役所の問題でいろんなこう動画をね、こう皆さんにね、上げてきましたけど、まあ、実際そのね、講演会とかアンケート取ったことないから分かんないんですけど、それで、ね、大きくね、上野の方がいいんじゃねえのっていうかね、 今の計画どうなのかなってね、そういうふうにこうなった印象は私はないんですね。なんでやっぱりそのね、こうそこにも限界をね、感じてます。でこれでただね、自分は言うことをやってやることをやりましたってね、そういうなんか言い訳にする気もなくて、やっぱりこうね、こう力が足りなかったっていうね、それにね、尽きると思います。まだまだその自分がね思う理想をね、こう形にしていく力が本当にこう自分にはね、ないなっていう中で、やっぱりそのね、本当に人にイノベーションだとかね言うなら、やっぱり自分もどこかでは今までのその考え方とか、手法というものをね、そこに こだわらないで、変えていくっていうのもね、必要なのかなって思って、おります。ちょっと長くなっちゃいましたけど、まあ今結論から言うと、上園は、諦めました。でその上でじゃあね、どうしていくか、もう少し自分の中でも、考えというのは整理しきれてないところはあるんですが、まあ自分自身ね、もうこれ以上はプロレスになっちゃうので、諦めることにしました。他のそれでもね、上園だっていう方がね、アンケートを、やろうっていうなら賛成します。それは市民の意見を僕は聞くべきだって、もう 3,4 年前にね、議会で住民投票とかアンケートしたらっていう提案をしてたわけですから、それは変わらないので、そういうのを挙げてくれば僕は賛成をします。であとね、アンケートね、市長がお金出してくれなかったんですけど、じゃあ議会でね、出し合ってっていうなら、自分が出せるね、予算まだ若干残ってるんで、それを出すのもやぶさかでもないですし、まあ多少ね、多少ですけど、自腹っていうのもね、それも逃げるものでも、ありませんし、そこはね、協力したいと思います。でただ条例でね、何でしょう、市役所建て替えの条例だけは削除するね、議案っていうのね、もしね上げてきても、僕はそれは賛成は、しませんっていうのは、やっぱりそれプロレスなんですよ。そこでね、誰かが3人集めてね、出したとします。そしてそこで僕賛成してもいいですよ。でも今おそらく過半数も取れる見込みないんですね。で仮に過半数で獲得できても、3分議員が提案した条例案を首長っていうのは猜疑にかける権限を持ってるんですよ。というのは過半数ある議員が何でもかんでもじゃあ条例通してね、賛成多数だってやっちゃうと混乱しちゃうので、議員提案に限っては市長がじゃあもう一回3分の2まとめてくださいっていう、そういう権限を持ってるんですよ。と3分の2は絶対無理なわけですよ。とそれが分かってるのに、じゃあ自分は上野田でやりましたってね、そういうね、アリバイになっちゃうのが僕は嫌なんで、あえてそこはね、秘訣の方にね、それ乗らないっていう方向にする方が僕は自分でね、むしろフェアだと思うんです。単にそこで反対の証拠を残しといて、やることやりましたっていうのは、ちょっと僕はそれは単なるね、無駄なね、本当にこう議員のね、メンツと本当にポーズでやってるこうプロレスになっちゃうんで、そこは僕は乗りません。それだけ、解きます。アンケートやるなら協力します。お金も、出せます。で住民投票っていうなら僕はそれは賛成します。最後までやっぱり意見はね、市民に僕は問うてみたいと、思っております。そんなわけで本当にだいぶ長くなりましたが、上園さよならで、このね、なんだ、焼却炉の茶色の汚れ、これは早くきれいにしてください。本当ね、いくらかかるのか分かんないですけどね、いちご市って言ってんなら、あそこのね、いちごのね、絵でもね、大きく書いたらいいんですよ。ゴミ袋をね、いちご色にしましたって言ってんでしょ。で言ってるこの焼却炉はこんなわけですから、いちご色に塗るなりね、いちごの絵を描くなりね、とっととね、
やっちゃってください。ああいうわざと汚いままにしといて、なんとなくこの神殿じゃ嫌だなみたいなね、そこまで考えてらっしゃるんだったら大したイメージ戦略でしょうけど、もう僕はこう神殿諦めてますが、だからこそ神殿がもうちょっと良くなるようなね